はい、どうも兄さん、こんにちはです。今回もですね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあ、というわけで本日は5月5日の日曜日なんですが、現在ね、急遽動画を回しております。というのも、つい先ほどですね、あの特別限定ポケモンの配信がいよいよスタートしましたということで、今回はそちらについて皆さんに紹介していきたいと思います。で、今回のポケモン配布はね、めちゃくちゃ期間が短いものとなっておりますので、絶対にね、今回見逃さずに受け取りたいという方はぜひね、この動画を最後までご覧いただきたいと思います。というわけで早速ね、今回配布が開始されたポケモンの合言葉を今から皆さんに紹介していきながら、僕も実際に一緒に受け取っていきたいと思いますので、早速ね、今から受け取っていきましょうか。ではですね、こちらメインメニューを開いて、でこちらオンラインにね、つなげた状態でポケポータルに入ります。で、一番下の不思議な贈り物に入って、上から2番目ですね、シリアルコード合言葉で受け取るに入ります。そうするとこちら合言葉を打てるところに入ってきますので、今から僕が打つ合言葉をそのまま真似してみてください。ではいきます。一文字目987、次は W1、T H S P E C S。 はい、これで完了です。987 with specs ですね。こちらを打つと、なんとなんとポケモンを受け取れるんですが、はい、こちら来ました、羽ばたく神ですね。早速こちら受け取っていきましょうか。まあ、以前のね、僕の動画を見てくださってる方ならわかると思うんですが、韓国のね、選手権大会で優勝した方の羽ばたく神にね、今回はなっております。はい、ということで早速ね、受け取ったので、今からステータスの方をね、細かく見ていきましょうか。はい、こちらがですね、今回受け取れる羽ばたく神となっておりますので、ちょっとね、細かく見ていきましょう。で、先ほどですね、韓国選手権大会と言ったんですけども、正式には韓国トレーナーズカップ2024で優勝されたシン・ヨミョンさんですかね、が実際に大会中で使っていた羽ばたく神がコピーされて、そっくりそのままね、今回皆さんに配布されているといった感じになっているんですけども、まあ、韓国のポケモンということで、ポケモン名もね、韓国語になっておりますね。で、ちなみに韓国語でこれ発音するとナルゲチヌンモリらしいです。まあ、ちょっと可愛らしい名前になっていますけども、まあ、今回はこちらのね、韓国の羽ばたく神が配布ということで、テラスタイプはフェアリーテラスタイプですね。で、親名がシン・ヨミョンさん、 ID ナンバーが240505番となっております。で、持ち物がこだわりメガネですね。そしてプレシャスボール入り、やっぱりね、これ目当てで受け取りたいという方も多いと思います。まあ、プレシャス入りのパラドックスポケモンってめちゃくちゃ貴重なんでね、絶対に受け取っておいた方がいいと思います。で、レベルは50での配布ですね。で、技構成はシャドーボール、マジカルシャイン、ムーンフォース、10万ボルトとなっております。で、努力値ですけども、こちらこんな感じで、まあ、バランスよく振られているといった感じになっておりますね。で、具体的な数値で言うと H が20、 B が36、 C が196、 D が4、そして S が252という風に振られているみたいですね。で、特性が古代活性、こちらは固定になっております。でですね、出会いの欄が臆病な性格、はい、今回は臆病な性格の羽ばたく神になっております。5月5日バトル大会でレベル50の時に運命的な出会いをしたようだと、昼寝をよくすると書かれております。ではね、楽しみのリボン見ていきましょうか。はい、お、やっぱり来ましたね。こちらバトルチャンプリボンはいつも通りついてくるんですけども、それだけではなく、なんとなんと前回の鉄のカイナに引き続きパートナーリボン、今回もつけられております。まあ、これつまり2つ名はシン・ヨミョンのナルゲチヌンモリですね。では、まあ、せっかくなんでこちらパートナーリボンつけておきましょうか。はい、今回もね、こんな感じでリボンが2つついている超特別限定個体となっております。
。まあ、羽ばたく神はね、ご存知の通りスカーレット限定でしか通常はゲットできないポケモンとなっておりますので、特にねバイオレットしかソフトを持っていない方っていうのは今回がこの羽ばたく神をゲットできる大チャンスとなっておりますので、絶対にねバイオレット勢の方は特に今回の配布を受け取るようにしましょう。で、一つ今回ね注意してほしいのが、この韓国のチャンピオン個体の羽ばたく神ですね、めちゃくちゃ期間が短い配信となっております。というのもこちら羽ばたく神の配信期間、本日5月5日から5月7日の23時59分までとなっております。ですので2日後の夜にはねもうこの羽ばたく神の配信は終了してしまいますので、絶対にね見逃さずに今のうちに受け取っておくことをお勧めします。で、その他にもね今回の羽ばたく神は受け取るプレミア価値というかね、そういうのがありまして、というのもまずはこちら A0 の個体となっていますので、まあちょっと A0 厳選ね羽ばたく神結構やるの難しいというか大変な作業ですので、この機会に誰でも A0 の羽ばたく神をゲットできるというのは非常にビッグチャンスだと思います。で、その他にも通常はねレベル84以上でしか覚えないムーンフォースをねこのように覚えていますので、まあ、実質配布でしか手に入らない特別なね超珍しい個体となっております。なので今後もしかしたらこの韓国のチャンピオン個体の羽ばたく神ですね、ちょっと価値が急騰するかもしれませんので、まあ、複数体ねもらっておきたいという方は別アカウントでね複数体ゲットしてみてもいいんじゃないかと思います。で、一応ねこちらの羽ばたく神の配信締め切りがあさってでですね、5月7日の23時59分となっておりますので、まあ、皆さんがね見逃さないように一応その当日にも動画で告知していきたいと思います。なのでこのチャンネルを登録していただいて最新動画をチェックしておいていただければ絶対に見逃すことはないと思いますので、ぜひねこの機会にチャンネル登録をしておいていただければと思います。で、ちなみにこれだけではなく今後ですねギャラドスの配信も5月12日以降の日に行われるということが決定しておりますので、そちらについてもね配信が開始され次第すぐにこのチャンネルで動画で紹介していきたいと思いますので、もしねそちらの情報についても見逃したくないという方はぜひ今のうちにチャンネル登録をしていただければと思います。ということで今回の動画はねこれで終わりたいと思います。またこういった最新の配布情報であったりとかイベント情報だけでなく攻略情報もねあればすぐに動画で紹介していきますので、ポケモン好きな方はチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねもしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひねそちらについてもよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。